2球目決まっています。引っ張った、これはサードライナー。バッターは9番に入っている矢野。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ファウルになります。打ちました、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはファイターズです。3回の裏に入ります。ファイターズの攻撃、バッターは9番に入っている上川。ファイターズ1点リードで迎える3回の攻撃です。インサイド変化球決まっています。高めのボール打ちました、弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター細川、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。インコース空振り、さあ2球目は何か。高めのボール、弾き返した打球は左中間へ、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス松本、先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。ツーアウトになっています。この回のファイターズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。そうですね、初球打ちセンターに抜けました、ランナー出ました、日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁、打席には3番バッター加藤、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。さっきはいいところで打てませんでしたからね。ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいストレートですね。はい、ストレート空振りでストライク、ノーボールツーストライクです。高め外れてボール、高めのボール打ちました、高い打球左中間へ、西川が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。3回終わって1対0、ファイターズが1点をリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、初球は要注意ですね、狙ってることが多いバッターですよ。そうですか、さあバッテリーどう組み立ててくるのか。次が2球目、ボールになります。ボール先行です。次が3球目、低めのボール入りました、147キロ。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。
先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。さあ一塁に同点のランナーを許しています。バッターボックスには野間。そうですね、バントも十分考えられますね。なるほど、そうですか。キャッチャー強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。なるほど、そうです。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。おっと、ボールが落ちている、落ちている。セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そう、うちのボール打った。さあサードランナーはどうする。さあ同点のランナーがタッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。野間、きっちりと犠牲フライを決めました。振り出しに戻ります。今のシーンです。この犠牲フライで同点ということになりました。ちょっと中途半端なピッチングになりましたかね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。バッターボックスには3番秋山。ファイターズこの回同点にされています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。はい、スライダー決まってストライク。ワンボールツーストライク。痛烈、セカンドの右抜ける、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ワンアウトランナー二塁となりました。ランナーを背負ってのピッチングになります。ご覧いただきましょう、非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。バッターボックスマクフォール。ファイターズこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。2球目は何で来るか。高めのボール打った。さあいいところに飛んでいる。セカンドランナータッチアップ。2アウトランナー3塁と変わります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには5番の西川が入っています。これもインサイド。変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、そうですか。これは外れた。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう、最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。まあそうですね、とりあえずですけれども、まあなんとかといったような感じですかね。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。1対1、カープ同点に追いつきました。バッターは4番万波。まあここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球ボール。
めへの変化球は決まりません。ボール先行です。3球目は何で来るか。ファウルになります。ツーボールワンストライクです。高め打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。には5番バッターマルティネス。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めのボール、この当たりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。バッターボックスには6番野村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそう。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。打順は7番福田。前の打席はジャストミートでしたよね。はい。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ショートに任せます。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたが、ファイターズ得点には至りませんでした。4回終了1対1同点です。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。次にどちらのチームが1点取るか、そこが一番の注目ポイントですよね。そうですね。次の点どちらに入るんでしょうか。落ちるボールはこれは外れています。これが3球目。変化球がインコースに決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには7番堂林。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。上原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはファイターズが上原、そしてカープが大瀬良、この2人の投げ合いとなっています。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですか。ツーアウトになっています。これが2球目。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。ツーアウトランナー1塁。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。打席には9番バッター矢野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ2球目は何か。ファウルになります。低
めに外れてボール。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。ファイターズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあいいコースには行ってるんですけどね。さあファイターズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。まあここは相手の裏をかくような配球で攻めたいですね。うん、そうですよね。まあピッチャーの彼がこういった状況でよく打たれることがありますからね。ここは自信を持って投げ込んでほしいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。うちのボール打っていった。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。センター前ヒット。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあコースも悪くないんですけどうまく打たれたって感じでしょうね。